はい、どうもお疲れ様でございます。速稼塾の YouTube 講座でございます。 YouTube で売り上げを上げようと思うと広告収入ってものがあります。そしてもう一つ、広告収入のそのレベルに達してない方でも直接商品販売をするっていう方法があるんですよね。例えばこの動画の中でこういった商品を紹介すると、そして買っていただくって形ですよね。まあ形のある商品だけじゃなくても、例えば対談を売ってみるとかね、アドバイス、コンサルを売ってみるっていう方法があります。つまり自分の頭脳を売るっていう形でございます。人にはどんな人にも悩みがあります。それがお金の悩みなのか、仕事の悩みなのか、恋愛の悩みなのか、それとも健康の悩みなのか、この4つが主に人の悩みです。それに答えれるような専門家として YouTube 発信している人が信頼されれば、おのずと質問が来るんですよね。で、質問が来るような動画の作り方ってのもあるんですよ。ただ淡々と動画を作ればいいと思うんではありません。この人にコメントしたいなとかね、この人に何か反応してもらいたいなと思ってコメントを書く、メールを出すみたいなこともあるわけですよ。場合によっては誰かの YouTube 動画に対して何かね、アクションを起こすための返信用の YouTube 動画をこっちで撮るって方もいるんですよね。 A さんが何か YouTube に対して言ってることに対して、A さんが言ってることはこうなんだよって解説する動画もあったりします。まあそういった形でね、 YouTube にはいろんな反応をいただくっていう、まあそんな仕掛けがあるわけなんですよ。今後はそういうこともね、紹介していきたいと思います。あ、ちょっとバッテリーが切れそうなんで、この辺でまずは終わっていきます。すいません、お疲れ様です。